スル TV。 ズルズル、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、食べたいものをラーメン屋さんで補っていくスタイルを見せましょうということで、こちらです。ドン。 JR 渋谷駅から徒歩2分くらいのところにありますマグネットバイ渋谷109の地下2階ラーメンと生姜焼きあの小宮さんにお邪魔してます。こちら渋谷のあの小宮さんはラーメンと生姜焼きという男子の大好きなメニューを同時に楽しめるというワクワク仕様となっております。ラーメンはもちろんのこと、生姜焼きもね、スルの好物ランキング、トップ10には入ってくるであろうというぐらい好きなので、おかわり自由なご飯と楽しんでいきましょう。レッツゴー。さあ、ラーメンと生姜焼きあの小宮さん、初見せです。今回は最強タッグの生姜焼き定食ラーメン小セットをプッシュしました。さらにご飯や15穀米もおかわり無料ということで、いろいろやっちゃうことは不可避だなと思いながら待ってるだー。こちらがラーメンと生姜焼きあの小宮さんの生姜焼き定食ラーメン小セットです。ねはーい。ラーメンはシンプルかつ穏やかな見た目でスルスルといけそう。生姜焼きは見ただけでご飯が進みそうだぞってことで、いただきます。さあ、まずはスープを一口。ぺほーん。煮干しなどの魚介が効いた優しいスープでノンストレスで体に入ってくる。早速ご飯に手を伸ばしている様子から分かるように、これだけで進んじゃうやつです。続いて特徴的な平打ち麺をリフトして、はい、すするーてらーん。ピロピロとしていてすすり心地も個性的なこの麺はスープの優しさは邪魔しないもののしっかりアピール。バチボコにうまいというよりは安心できる、そんな味わいです。ではお次に生姜焼きの付け合わせのキャベツをもりもりと食べ進めたら、いよいよ生姜焼き自身をご飯にバウンドさせて食らう。パニーン。お肉はふわふわ、そしてタレが濃いめのジャンクな味わいで、食べ盛りの君たちへ捧ぐめっちゃご飯が進むやつ。それに対してラーメンは優しい味わいなのでヘビーに感じることはなく、思う存分食らっていくことができます。てな感じでご飯おかわり自由なのをいいことに、卓上の辛ニラなんかも駆使しつつどんどん胃袋を喜ばせ続け、全部食べきったら今度は意識高めに15穀米をおかわり。添えられたマヨネーズを絡めてよりジャンクに拍車をかけた生姜焼きを起点に猛スピードでどんどんかき込んできます。そんなこんなで相変わらず食べたらなくなるという断りを感じつつ、いつの間にか本日も完食です。大変美味しくすれました。ラーメンと生姜焼き、どちらも抜かりはなかったです。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いや、ラーメンと生姜焼きあの小宮さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。生姜焼きと小ラーメン、さらに付け合わせの野菜もあり、しかもご飯おかわり自由で1000円を切るという衝撃のコスパで、食べ盛りの男性にはたまらないセットですね。ラーメンは煮干しなどの魚介が効いたスープでスルッと入っていく優しい美味しさでしたね。中太ピロピロ麺もスープとよく絡んで、麺にもしっかりとね、個性があってナイスでしたね。小ラーメンのスープとご飯だけでもいけちゃうんで、ご飯おかわり自由はね、かなり嬉しいポイントですね。生姜焼きはふわっと柔らか食感で、かつね、濃いめのタレでジャンクな味わいで、あの生姜焼きはね、ご飯と一緒にかき込みたくなっちゃいますね。加えてマヨネーズもついているので、さらにジャンクにして食べることも可能ですね。ここら辺はね、なんかこう生姜焼き好きのツボを抑えてる感がしてすごいなと思いました。ちなみにタレそばなるメニューもありまして、そちらもすごく気になったので、ね、また訪問する機会があればぜひ食べてみたいと思います。ごちそうさまでした。それではスルの公式キャッチフレーズ、ラーメンと生姜焼きあの小宮さん、あの生姜焼きや、はい。